久保さん朝にしましまょうか朝日ですね、朝日が、朝、朝日が。朝っていう感じやってるかなもう僕基本的にね、同じ感じにできるだけ使わないようにしてるんだけど、あ、これ朝、久保さんがしてるんない。朝じゃなくて、夕、夕、夕日,日って使ってるかな朝日。あ、日は使ってなさそ,そう。日にしよう。朝日の日にしましょうか。 ヒって使ってないまあ、し月、あ、使ってるっぽいですね、日も。まあいいや、まあ朝でいいや、使ってても。<laughs> はい、まあ朝でいいです、朝、はい。まあ日は沈んでね、日は昇り、繰り返すわけですよね。そう、なんすかね、あのー、 まあ日の出はあ日は上がるけどねあのー、自分の日は上がらないというかまあ人生にいろんな浮き沈みがあるけれどもずっと沈んだ人もいるじゃないですかでも自然はねあのー、どんだけ時代が積んでもその一定の,その沈んで登って沈んで登ってってのは変わらないんですよね だからね、あのー、人生って、まあ、浮き沈みあるんだけども、沈みっぱなしは良くないと思いますね。それは自然の原理に反してますんで。<laughs> まあでも、沈んだままで満足してるんだったらいいんですけどね。例えば、まあお金の話するならば、収入が少ないままでいいですっていうことだったらまあいいんだけども収入。収入を上げようと思ったら上げられますから、今は。うん まあ戦後焼け野原っていうわけでもないし、でも戦後焼け野原でもね、儲けた人もいるだろうしね。あの、闇市とかでわかんないですけど、あの、まあ何かしらその状況下でも富を得た人はいるだろうし、まあまあやるかやらないかなんですよね。だからや,やれば、その、日は昇るよっていう、なんかあの、 こ,れこの映画,めち,ゃこの映画、ね、めちゃくちゃ感動する映画があるんですけどビクターの VHS の「日はまた昇る」っていう映画があってこれねめちゃくちゃ、まあ、西田さんだったかなめちゃくちゃいい映画なんですよすごいいい映画 VHS が、まあ、ソニーの企画と戦ったりとか VHS を作った人たちってその窓もうその会社の,なんかそのオクラなんか会社の なんか捨て駒みたいまあまあそのそのんだろうなそのうん,なんかそのトップの人というかすごいできる人たちが集まって VHS を作ったんじゃなくてなんかその,そのなんかなんかあれなんですよねそうだからまああのですかね、まあ、下っ端の人たちというかね ちょっと言葉が何の言葉かは適切か分かんないですけど。まあとりあえずその映画がいいんですよ。そう。で、あの、最終的に、その商品がこう、研究していく中で、ね、いろんな問題が出てきてね、みんなで解決していって。で、解決してできたと思ったら今度、ソニーのね、企画が出てきて。どっちだ,だっビクターのその VHS の企画と、あの、ソニーのなんかその、なんか企画があって、 企画争いですね。ね VHS が選ばれて。そう。あれはね、すごく感動ですね。でも、あの、あれは、そのなんか、あれを見ると、そのなんか会社でね、最後その、その主役の人がね、会社を退職するときになんか、その、従業員みんながね、こう、社員みんながこう、VHS みたいな,なんかこう、あるんですよ。なんか、あれはあれで、まあ、 ね、なんか、うん、いい人生だなっていうのはすごく感じましたねまあ僕は会社よりこういう生活の方がいいよっていうのは言ってるんだけどもなんか一,一つの物事まあ会社を通してだけれども何かその業を成し遂げるというかね何かあの世に日を照らすというかうんそう。 だから、あの、松下幸之介さんにもね、直談判しに行くシーンもあって、その、お願いします、みたいな話を聞いてください、みたいな。お願いします、みたいな。で、その、ナショナルが VHS を、その、取り入れたっていうところで、それも大きい起爆剤になったらしいですけどね。あのね、日はまた登るはすげえいい映画ですね。なんか、やればできるんだよっていう。 うん、やれば何でもできるんだぞみたいなのが、すごい勇気もらえる映画だなと思いますね。まあ、久保さんと僕もね、い、い、ね、やったからここにいるだけであって、うん、僕は本当に、ほとんどの人をやればできると思うんですよ。ほとんどの人がね、まあ全員じゃないかもしれないけども、でも、例えば、じゃあ、月3万をね、稼ぐ。 3万をどうやって稼ぐのかっていうのを勉強してやれば多分できると思うんですよ。だけど給料を3万上げるって難しくないですか固定給を。うん。ん。それはね、勉強してちゃんとやればできるんですよ。そう。でもやっぱそこをね、やってないだけであって。まあ、久保さんと僕がね、生きる証明ですよ。これからもやるし。 結果出すし。っていうか結果は久保さんと僕は結果出さないと飯食えないんで、何かしらの結果ね。久保さんもね、FX の塾やってて、ずっと負けてますみたいなね。<laughs> なかなかね、難しいですよね、どうすか。<laughs> 塾長ずっとあの1年マイナスですみたいな。<laughs> 勝たないとダメですよね、さすがに。まあ、それは浮き沈む FX もあるだろうけれども。 1>, 1年間ずっと負けてますみたいなね。あの塾を売った後調子悪くなってみたいな。<laughs> ね、いや塾を売った後な何か知らないですけど調子悪くなって勝てないんですよみたいな。<laughs> うんまあそれ良くないですよね。だ僕も僕も商品の売り方を教えてるのに僕があんまね売れてなくていや商品全然売れなくて困ってるんですって言ったらねまずいですよね。<laughs> <laughs> もう56年ずっと商品を売ってますけども僕はまあねそれを教えてるわけですから僕も売って、まあ、それを証明していくってことですよね、うん、はいいってらっしゃい